こんにちは、バッキンサムヘルマット丸山でございます。お疲れ様でございます。まずですね、チャンネル登録者数1000人突破いたしました。ありがとうございます。マジでありがとうございます。1000人突破した、なんか雑談はちょっとまあ後日やるとしまして、今日はですね、アムステルダムですね、見てまいりましたので、レビューしていきたいなと思います。で、予告は見た体で、話していきます。で、前半ネタバレなしで、後半ネタバレありで話していきたいなと思っております。今回ですね、監督デビッド・ラッセルの最新作でありますというところですね。デビッド・ラッセルというと、世界に一つのプレイバックとアメリカン・ハッスル、あとファイターとかね、ありましたねっていうところで、あと予告見てもね、あの話が全然わかんなくて、どういう話っていう感じでしたよね、あの予告ね。キャストがバンバンすげえ、なんかいろんな豪華なキャストが出てますっていうぐらいで、どちらかというとアメリカン・ハッスルに近い、まあ実話ベースのミステリーかな。まあサスペンスミステリーみたいなところですかね。アメリカン・ハッスルよろしくですね。かなりあのユーモアね、コメディっていうよりかはユーモアっていう感じですね、がある割と見やすいね、作風ではありますね。はい。なんですけども、結構ね、複雑っちゃ複雑というかね、ちゃんとむっちゃくちゃ集中してみないと、結構置いてかれそうになります。ちょっと気をつけてみてください。はい。でも面白いのは面白いと思いますねっていうところでございますね。はい。まあアメリカンハッスル好きな人はね、見ていいんじゃないかなという感じですね。はい。で、これね、むちゃくちゃね、なんかね、撮影がね、ものすごく凝ってんなっていうか、すごいリッチな絵なんですね、かなり。こう、なんでしょう。全体的にね、まあ、黄色がかったルックで、照明がこう、回りやすいようにね、行き渡りやすいように、若干スモークがかってるんですよ、ずっと。まあ、特に夜のシーンとかね、そうなんですけど、まあ、なんかすごいな、お金かかってんなとか、思ったらですね、撮影がですね、エマニュエル・ルベツキですね。バードマンとか、あとはゼログラビティ、あとレベナントですね。長回しがすごく得意な、撮影監督が、撮影をしておりますという感じですね。エマニュエル・ルベツキ、まあらしいと思いますね。結構あのステディカムでね、こういうぬるーってこういうね、ハンディなんだけどこうぬるぬる動く、機材を使ってね、こう後ろから追っかけたりする絵が結構多いですね。はい。でもまああんま長回しって感じでは使ってはないんですけど、このね没入感を出しながらこう展開していく、カメラワークという感じでしたかね。はい。すごくリッチな絵でございました。はい。まあこの絵見るだけでもね、すごくいいと思いますよ。キャストもね、すごくいい、豪華だしね。やっぱ、予告でもそうだけど。こんなに、有名なっていうか、もう見たことある人がずっと出てくる映画、あんまないかもしれん。うん。こんなに登場人数多いのにね。で、まあ、会話のテンポもね、かなりその、なんでしょう、早いです、かなりね。すごく早くて、早い上に、結構いろんなところに行きます。話がいろんなところに、急になんか、ここで喧嘩してて、こっちの、話にフォーカスしだしたりとか、そしたらちょっとしたら戻ったりとかね、かなりね、集中してないと、置いてかれそうな気がしてきますね。はい。っていう感じなんですけど、終盤からね、一気にこう一つの場所にね、グワッとこう集まってくるんですけど、もうそっからね、すごく面白くなってきますね、突然。最後すごく良かったんで、なんか結果的に、あ、面白かったなってなるっていう映画でしたね。はい。まあ、あと、実はベースらしいんですけど、結構ね、重いテーマっていうか、題材を扱ってます。多分ね、こう、デビッド・ラッセルじゃないと、見んのきついというかね、もっと尺が伸びてたんじゃないかっていう気がしますね。はい。デビッド・ラッセルの、このギャグってほどじゃないけど、ユーモアあるセリフ回しっていうところですね。ここがあるおかげで、もううまいことこのね、重くなりすぎずに見れるっていうのがあるかなと思いますね。はい。そんなところですね。はい。ではこっからはネタバレありで話していきたいなと思います。はい。最初はですね、ニューヨークから始まります。1900、
23年だっけ1933年のニューヨークからね始まりますね。最初はねバディーものっぽいんですよ。2人バートとハロルドのバディーものみたいな感じでね、序盤はちょっと進んでいきます。はい、でまあいろんな人出てきますけど、まあ、将軍が死んでますというところですね。まあここのね将軍のあの遺体が出てくるまでのテンポね、あのすごくいいですね。はい、遺体出てから解剖するまでのテンポもねすごく早い。どんどん展開していくんでね、このなんだろう話のリズムにね持ってかれますね。どんどんすごく面白かったです。で回想シーンになりますね。あと回想シーンが意外と長いんですね。はい、まあ長いなー、まだやんのかなーと思ったら戻ってきますね。はい、ギリギリのところ攻めてますね結構ね。このね話の展開ですね、序盤でつかみがあって、でその後に、回想シーンが入ると、この2人はどういうつながりで、こう今こうなってるのかみたいな話が回想シーンで入るんですけど、この展開がね完全にねアメリカンハスルと一緒ですね。はい、その後の展開もまあ似てるかなっていう感じがしました。デビッド・ラッセルの、お箱なのかなっていう感じなんですけど、見やすいんですけど、まあでもアメリカンハスルの方がうまかったなって気がするんですよね。はい、ちょっと長く感じちゃいましたね。なんかねそれなんか話が進んでんのか進んでないのかよくわかんないからかもしれない。それはここでちょっと感じてしまいましたが、なんで長く感じるかっていうとね、やっぱこの作品登場人物が多すぎるっていうところなんじゃないかなっていうところですね。はい、あの3人ね、なんだっけ、あの子マーゴットロビーか、マーゴットロビーと出会って3人になりますと。でそっからもうそろ戻んのかなと思ったら、またね今度アムステルダムに行きますと。はい、行って、でそしたらまたギガンのね、あの MI6 と米国情報員の2人が出てきて、またなんかギガンの話をしだしたり、するとはいいうところですね。まあそれがあるんで、ちょっとただの回想シーンでもこうなんでしょうね、いろんな人が出てきていろんなところに行くんでちょっと長く感じてしまうと、これはいつ戻るんだろうっていうところですね。まあそれがあったかなと思いますね。現代というか1933年のニューヨークにね帰ってきますというところですね。でこっからねなんか犯人探しが始まりますね。意外とミステリーというか、あそういう感じなんだっていうのをここで気づくと。でこっからまあ犯人探しっていうところで、いろいろ展開していろんなところに行くっていうところなんですけども、まあここも何の話をしてるのか結構迷子になりやすいかなーって思いましたね。はい、ただね絵が面白いのと、絵が面白いというか絵がすごく豪華というか、まあ撮影もいいし、あとはねまあ俳優陣もねすごい豪華なんで見れるんですけど、なんだっけ、マーゴットロビーとアニャテイラージョイがね喧嘩しだしたりしますよね。でもこっちの男陣ではロバート・デ・ニーロをね呼んでこいみたいな、そういう話をしてて、どっちが主軸、何の話だっけみたいな、感じに割となりやすいっていうところですね。これ多分僕が思うに字幕だからっていうのも多分ありますよね。これね多分本国というか英語がねしっかりちゃんとわかる人が見たらもうちょっとわかると思うんですけど、まあいかんせんね英語わかんないんでバカなんで字幕を追うので必死になりますというところで、かなりねまあそこの問題というかそこのまあ難しさがあるかなと思いましたね。だからこれ吹き替えとかでね見たらちょっと変わるかなって気もしますね、中盤あたりの、話とかね。はい、そんな気はしました。はい、ちょっともう一回見てみたい気がしますね。レンタル出たらちょっともう一回見てみた方がいい気もするというか、そこでまた評価が変わる作品な気もしてますね。でまあいろいろあってめっちゃはしょっちゃいますけど、5人委員会が出てきますね。はい、5人委員会のロゴね、もうここでねもう結構暗喩みたいな感じになってましたね。あとあとの展開だとね、ちょっと鍵十字っぽい、感じですね。とはこの辺ぐらいからかなりおっとっていうね、結構思ったより話のスケールでけえぞってなってくるっていうところですね。でしかもこれ実話だぞっていうね、この辺から5人委員会の目的がねこう見えてくるというところなんですけど、そうだからアメリカもね下手したらイタリア、ドイツと同じようなね感じになるかもしれなかったっていうところですね。すごいねマジでゾッとする話でしたねこれね。考えてること怖すぎっていうね、本当にこの辺からユーモアですね、このユーモアがなかったら本当に見てらんないというか、
むちゃくちゃ重い難しい話になってたなという気がしました。で、戦友会にみんな集まってきますね。もう終盤の話になっちゃったこっからね、急にむちゃくちゃ面白くなってきますね。はい、だからもう伏線というか、なんだろう、話構成してる時間がね、もうしっかりもうむちゃくちゃ十分に取ってた分ね。で、しかもいろんなところに、バートとハロルドが行ってね、話をしてたんで、その人たちが同じところにガンと集まるというところでね、やっぱ上がっちゃいますよね。ここおおってなりますね。むちゃくちゃ面白い。このために貯めた分ね、ちゃんと面白くなってます、終盤は。で、5人委員会のね、3人が出てきますね。この出てくるところもあんま重々しくやんないですね。もっと重くあの3人をね、悪役として出したいんだったら、こう違うね、取り方をすると思うんですけども、今回はね、もうステディーカムでそのままね、カーテンシャッて開いたらこうスーッといっちゃうと、うん、他の移動シーンと同じような感じで、5人委員会が出てきますね。はい、っていうところで、かなりこの、なんでしょう、ケレン味っていうよりかは、こんな普通そうに見える人が、こんな頭おかしいっていうか、やべえこと考えてんだってのを、こう見せる演出なのかなっていう感じがしました、あそこはね。で、まあ、袖ですね。多分ね、下手の舞台袖。はい、こっちの方です。下手の舞台袖でバートとロバート・デ・ニーロ、ラミ・マレクとアニャ・テイラー・ジョイですね。ここが会話が入るんですけど、普通の会話してたと思ったら急に脅してきますねむっちゃ怖いっす。すごい悪いだろって顔で脅してこないっていうところですよね。はい、もう普通の顔して普通に脅してくるっていうところが、むちゃくちゃ怖いですね。はい、ここまで作品通してこうちゃんとどこでもね、ユーモアがあるように描いてた分、こういきなりこう笑ってた人がいきなり怖いこと言うっていうね、温度差でね、より怖く見えるっていう感じがあったと思いますね。で、なんでしょう、この映画がね、2022年にね、公開されてるっていう意味もね、すごくある作品だなというね、感じがしましたね。まあ、戦争をね、一応題材にした作品っていうところでね、戦争、まあ、ナチっていうところ、この状況にやる映画としてすごく意味があるなと。マーゴット・ロビーがラミ・マレクを撃つっていうあの妄想もね、すごく意味があるなというふうに思いますよね。もうぶっ飛ばすべきだなと思いますよね、やっぱね。まあ撃たれて当然というか、まあね、まあそうなりたい気持ちもわかるなというね、もうこっちの気持ちも乗せた演出だったかなという気がしましたね。最後、アムステルダムってなんであの、いっちゃん最後で言うんだというところなんですけど、まあ僕なりに、考えてですね、まあ主役3人の青春というか、まあ一番人生で楽しかった時間がアムステルダムで過ごした時間ということですね。だから、楽しかった時間のキーワードとしてアムステルダムがあると。はい、まあ象徴としてアムステルダムという、言ってるってところですね。で、アムステルダムじゃないところに、ハロルドと、マーゴット・ロビー、バレリーかな、はい、あの2人は行くんですけども、アムステルダムじゃなくても2人にとってはアムステルダムになんだという意味があるのかなという感じがしました。最後にぐちゃぐちゃぐちゃってこうむちゃくちゃこうギュッてしたむっちゃ適当だな。最後にこうものすごく回収してバーって終わらしたんで、中盤があんまりピンとこなくても結構後味は良かったかなっていう気がしましたね。そうだから、意外とその嫌いになれない映画かなという感じですね。そんなところでございます。あ、ちょっとお知らせなんですけど、先日ですね、僕のデモ音源ですね、はい、これがね、各種音楽サービスでね、配信開始しました。はい、よければ聴いてくださいっていう感じです。なんですけど、3曲出してるんですけど、最初の2曲ね、めっちゃ音ちっちゃいですすいません、これはミスりました。で、最後の1曲ですね、これはですね、通常の音量になっております。なので、こっちの最初2曲の音量に合わせて聴くと、最後の曲はめちゃめちゃでかい音でね、流れるんで、めちゃめちゃ気をつけてくださいいやー、これはごめんなさい。ちょっとね、次はちょっと直していきます。これ一回アップしたら消せないそうなんで、ちょっとね、気をつけます概要欄に貼っておきます。そんな感じですね。本日もありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではまたお願いします